先月末にアメリカのサンディエゴに行かれたそうですが、目的は何だったんですか？まずその正確に言うと、はい、先週の金曜日から昨日までですね。あ、だからそうですか。3月にかけて、はい、それもサンディエゴだけじゃなくて、はい、皆さんよくご存知のロサンゼルス、はい、それとサンディエゴに行ってきたんですが、はい、大きな目的はですね、はい、アメリカに住んでらっしゃる日本人の方々が、例えば慰安婦像なる奇妙なものを全米各地に韓国によって建てられたり、はい、中国韓国による日本叩き、それに非常に苦しんでらっしゃるという現実がありまして、はい、1年以上前からこの在米邦人、はい、アメリカにいらっしゃる日本人の団体の方からご希望があって、ようやく、日程の合間を縫って弾丸出張ですけれども行ってきたということなんですね。そうですか、はい、でまず皆さんよくご存知のロサンゼルス、ハリウッドのあるロサンゼルスから180キロほど南にサンディエゴという今おっしゃった町があります。はい、でここはアメリカ海軍の最大級の、基地の一つがあります。はい、でそこにいるのはアメリカ海軍の第3艦隊、はい、第3艦隊っていうのはですね、日本にいるのは第7艦隊ですね。はい、この第三艦隊っていうのは広い太平洋を真っ二つに割りまして、ハワイから東、はい、つまりハワイからアメリカ西海岸までをいわば受け持ってる艦隊 で、はい、でそれと連携してちょっと言葉難しいんですけど、第三遠征打撃軍、遠征打撃軍、はい、第三はちょっと置いといて、はい、遠征打撃軍、遠征っていうのはなんかローマ帝国みたいな話ですけど、要するにアメリカから世界中に撃って出るっていう意味で、打撃というのは、文字通り、すごく攻撃するという意味ですね。はい、まあえて英語で一瞬だけ言うと、エクスペディショナリーストライクっていうんですけれども、エクスペディショナリーっていうのが遠征ですね。はい、ストライクは打撃、はい。で、そこの本拠があってですね、ここに強襲揚陸艦、すいません、今朝は、聞きづらい言葉多くて申し訳ないんですが、強襲っていうのは強いて襲うっていう強襲ですね。はいはい、で揚陸っていうのは陸に上げる、艦はもちろん船ですね。はい、つまり海軍の大きな船に海兵隊員を乗っけて、うん、そこから戦闘機であったり、あるいはヘリであったり、あるいは小さな船であったり、そうやって海兵隊をいわば敵地に直接送り込むというのが強襲揚陸艦で、はい、その最新艦、一番新しい非常に巨大な船がサンディエゴにいまして、これ名前がアメリカ、はい、アメリカですね。アメリカ、つまり国の名前がついてて、いわば戦艦ヤマトじゃなくて戦艦日本みたいな名前なんですね。なるほど、なるほど、はい、でこれアメリカを象徴する船でもあるわけですけれども、ここは非常に敷居が高くて、もちろんなかなか訪問とか受け付けないんですけれども、今回、日米の防衛当局者によれば、民間人として初めてこのアメリカの内部深くに入りまして、そして艦内で司令官、艦長ら首脳陣ずらりと揃って、議論をいたしました。そうですか。で、とても数分では話しきれないんですけれども、はい、一つは例えば中国の習近平国家主席も含めて、その中国は太平洋を2つに割って、そのハワイから西半分は中国のものにすると、うん、東半分は今まで通りアメリカでいいけれども、はい、日本は一体どこに行っちゃったんだって話を堂々とやってるんですね。で、そういうことについて私が議論を持ちかけて、はい、そしてさっき言いました在米邦人の方々の問題も話し、子どもたちも苦しんでるって話をして、はい、中間のロビー活動に影響されないでほしい、うん、例えば南京大虐殺と中国は言ってるけれども、はい、当時の人口は20万しかいなかったのに、うん、30万人を日本人が殺したっていう明らかな嘘を言っている、うんうん、慰安婦も日本軍が無理に連れて行ったケースはなくて、はい、日本の女性も含めて貧しさのための戦時の売春婦と言わざるを得ないことがあったと、はい、いう話をしましたら、うん、司令官が艦長が、つまり誰がどう言ったかってことは話すことできません。アメリカ側から何の縛りもありませんでしたけれども、はい、これはいわば非公式な民間人との議論ですから、誰がとは言いませんが、しかしアメリカの首脳陣から出た言葉というのはですね、日米はお互いに直接勝って向かい合って戦った同志ですと、はい、青山さんも私たちもまだ生まれてなかったけれども、はい、それはちゃんと受け継がれていて、実際に何があったか知っていますと、うん、中国韓国が何を言おうとも、はい、もうそれは関係ありませんと、はい、おっしゃったので、
僕は例えば真珠湾の記念館、はい、アメリカ政府が作ってる真珠湾の記念館に行くと、はい、実は日本海軍絶賛してるんですよね。はい、その能力やあるいは公正さというものを、はい、その話しましたら、その通りですと、もうそこにもっと日本人は行ってほしいと、日本はフェアに戦ったんだという話をされたんです。はい、でこうやって議論をして、その翌日にロサンゼルスに移りまして、はい、在米邦人の方々に講演をいたしたんですけど、実は6時間20分になりまして、で僕はまだあの声がだから、実はかなり枯れてるんですけれども、その6時間20分、今、あと2分で再現できませんけれども、はい、そうですね。で要するに僕は申したのは、アジアにおける自由と民主主義、はい、そして平和に責任を持ってるのは誰ですか、本当にアメリカなんですか、実は日本ですねと。いうことをお話しし、はい、中華のロビー活動というものが行われるのは、はい、実はさっき言いましたアメリカっていうアメリカ、はい、アメリカですね、はい、という船とほぼ同じと言ったらちょっと言い過ぎなんだけれども、うん、しかしかなり似てる船を実は海上自衛隊はすでに持ってるんです。はい、ご存知ですか。いやすいません知りません。これ出雲っていうんですが、はいはい、その、戦闘機の乗っけたりは今憲法の制約上できませんが、はい、例えばハリアっていう垂直に飛べる飛行機、これ実際にアメリカは積んでるんですけれども、はい、それを積めば、まあ、かなり近い能力をあっという間に日本が持つことになるんで、はあ、それを恐れて中間は徹底的に日本叩きをやってるっていう現実があると、はあ、でこういうのにフェアに向かい合うためには、ええ、まず日本の歴史を私たち日本人が学校で教わってなくて、うん、メディアからもまた今年敗戦の日に向けて延々と日本だけが悪かったって話が流される、はい、メディアはあくまで、実は国民に寄り添うのがメディアでもありますから、誰が悪いって話する前に私たちが自ら勉強し直してそれを子どもたちに伝えましょうという話をしまして、はい、そして、この中華のロビー活動の煽りで、アメリカの学校に学ぶ日本の子どもが辛い目にも遭っているって話がありましたから、なかなか人前で言えない親御さんが多いので、はい、6時間20分の講演の後に理事職会にお招きをして、そこでまた長時間にわたってお話を聞きました。最後に言いますと、この日本の子供をアメリカの学校に通わせている親御さんから僕は言われたのは、はい、やっと今日、午後2時から始まって終わったのは11時12時でしたけれども、やっと希望の火が灯りましたということをおっしゃいました。で、例えばいじめとかそういうことだけじゃなくて、自分の日本人の子供がお父さんお母さん、もう日本はやがてなくなっていく国だから、うん、僕たちは中国の言うことを聞いてればいいんだよねってことを親の自分たちが言われて本当にゾッとしましたということもおっしゃったんですね。だから日本の役割をきちんと果たしていくということをもう一度やりませんかということをお話しいたしました。今日はあまりにももちろん時間足りなかったですけれども、はい、参考にしてください。はい、わかりました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。独立総合研究所青山